茜学場さん、あなたも今までその類稀なるセンスで100点満点の品を出し続け生きてきたので、だからこそ認めるわけにはいかなかった。自分が君臨する世界の拉致外にある自分の知らない輝きを秘めた品を、満点を捨ててでも120点を狙おうとした田所さんの品にあなたは苛立ったのだわ。何なの、自分のこと棚にあげて好き勝手言ってくれるわね。エリニャンだって氷の女王とか呼ばれてるくせに。ええ、確かに。けれど今の私はもう神座にふんぞり返ってるだけの女王ではありません。そう、あなたの苛立ちはかつて私が体験したことでもある。私が支配し君臨していた城の中にあの日君は現れた。こんな品許せるわけない。桃が可愛いと思ったものが一番可愛いの、それはもう絶対なの。認めたくない、認めたくないのに。ふん、ともよ、いっちゃおう。このどら焼き超可愛い。お粗末様、反逆者